動画をご覧の皆様こんにちはワールドネス店長の中島です。今回ですね、えー、ジェネシストリビュートバンドの最高峰と言われるですねザミュージカルボックスというカナダのバンドがですね11月11日にき川崎クラブチッタで来日公演を行うということで今回ですね特にお客様をですねお呼びしてジェネシス対談ということでですね <laughs>、えー、ナンバー広ゆき様を思いきしちゃいますよろしくお願いいたします。 南波、えー、さんはですね、はいあの、プログレッシブロックの,あの日本のですね、ええあの、シーンを代表する <laughs> あのキーボード奏者でいらっしゃいまして <laughs>、はい、あの70年代当時からですね、そのはい、ジェネシスについてはあのかなり、えー、ご存じとあのジェネシスがどういう感じだったのかというまあでも僕ねあの学生時代はあの僕、えー、と実は学生時代に「愛の三色すみれ」という、はい、トリオのプログレバンドをやってたんですけ、ね、ど、えー、も。 あのー、その頃はやっぱり聴いてた音楽って ELP とかね「はい、Return to Forever」とか、うん、いわゆる、あのー、パッと聴いて凄さが分かるなまあ要するにテクニカル思考というか、えーあのー、そういうのがやっぱり好きだったんで、うん、えっとちょっとねジェネシスは知らなかったんですよ最初。 ドラムの石川君っていうのがちょっと惜、えー、しくもおととしなくなっちゃったんですけどもドラムの石川っていうのがケルト音楽とかジェネシスとかが好きでで僕に、あのー、ミュージカルボックスとナサリ・クラインとアルバムを貸してくれてそれで聴いたのが最初ですねあ<ー>ほぼリアルタイムで聴いたんですけど正直言ってピンとこなかったんですよ最初やっぱりその好きな音楽ってねやっぱりその ELP とか「タント・フォーエブ」みたいな、はいはい、あのー。 まあ、インスト部分とかがこうパッと聞いてパッと聞き分かるかっこよさとかあのすごさとかねテクニカルな感じはい、はい、でやっぱりほらジェネシスの音楽ってあ,のある部分はフォーキーだったり、えー、すごい性と画こがあってちょっとその性の部分は我慢して聞かないといけないみたいな感じが、はいはい、で良さがね本当に良さが分かってあのもう曲とか細部を覚えるぐらい聴き出したのって実は30超えてから だから20代の頃はねやっぱりあんまりそんなに好きって言えるような感じまで聞き込んでないつまりジェネシスって当時のジェネシスは聞き込んで曲を覚えて構成を覚えるぐらいにならないと分かんないバンドでもすごい人になると詩を全部もねあれしたりとかああいうなんか高島正宏に聞いたんだけどジェネシスの詩の。 朗読会、読み合わせ会があるとかね <laughs> そういうファンの人たちもたいたぐらいだからあのそういうある種の文学性とか演劇性を持ってるバンドだったんでん、まあ、あのインスト志向の,あのプレイヤー志向の人からするとちょっとわかりにくいバンドだっかもわかんないです。あ 言われるじゃないですか一方では結構海外だと四天王みたいなクリムゾンイエス、はい、ELP、はいえー、ピンク・フロイドの四天王でジェネスを入れたがるのって結構実は日本は割とジェネスを入れたがるみたいなそれってやっぱりあの基本的に80年代以降にジェネスって売れたじゃないですか。はいはいはい であの、それとあと皇族への影響力っていうかそのいわゆるポンプロックみたいなマリリオンとかあの,あの世代に影響を与えてそのいわゆる様式美化したプログレの割と代表的なところがあると思うんですよ。<laughs> はい、で五大バンドとしてその扱われる以前のあ段階のジェネシスをご存知っていうかその。 扱いとしてはどうだったんですか、ね、いや日本じゃ一番マイナーだったんですよ。であのー、その5代の中ではやっぱり最も知名度が低いっていうかうん、うん、だから大、ね、体いい当時 LP 買えないから友達あのロック好きなやつからこう借りていろいろ聞いたりするんですけど、えー、その中でもジェネシス持ってたのは石川だけでした、ね。あ<ー>えー あ鎌倉にね僕二人一、えー、人はもうミュージックマガジンをニューミュージックマガジンを創刊号から持ってるやつで、はい、もう一人はレコードのコレクターにいたんですよ、えー、で人ともギターやってたんですけど、えー、その二人とも持ってなかったですよね、うん、<て>ジェスロタルとかザッパとかは持ってるんだけど<ー>ジェスは持ってないあ,あなるほどやっぱりそういう感じの存在というか でではあったんすそうですねやっぱりちょっと入り込まないと分かりづらさっていうのがちょっとあってやっぱりほらあのイエスとかやっぱりピンク・フロイドとか e ピ p はパッと聞きすごいキャッチーなところやっぱあるじゃないですかなんと言ってもそのつかみっていうのがジェネスの場合はいまいちちょっと静かに始まって徐々に盛り上がっていくとかねどこ聞いたらいいのっていうのがちょっとあの。 相当好きで何度も聴いて聴、うん、かないと分かんないっていうかそこがちょっと不利不利だなと思って、ね、その代わりもう構成を覚えるぐらいあのもう一個一個のこれが来たら次これ来るって分かって聴くともうあの逃れられないぐらいのに好きになるっていうバンドですよねやっぱり。どういったところがそのジェネシスの,、まああの本質的な魅力というかやっぱり <laughs> んですかね。 ピーターガブリエルのあのたたずまいっていうか、あの。喋るのって多分 M. C. とかが苦手だったんだろうなと思うんですよね。はいはい、あと普通のあのいわゆるハードロッカーみたいに。行くぜみたいなのはない人だから。はいはい、それで物語っちゃうっていうところが、はいはい、なんかちょっと得意な感じというかね。あのアリスクーパーみたいな演じ方じゃなくて。あの、なんかでもあの化粧、化粧とかあれって。 アーサーブラウンじゃなくてんやっぱオザンダです、ね、オザンダみたいですよ。最初はあれ、えー、アーサーブラウンの影響なのかなと思ったからあのオザンダなんですねみたいですね。あのなんかそのオザンダのリノがそのユーロ,ロロックプレスのインタビューで、うん、あのジェニスと七十二年ですかねあのイタリアツアーを一緒に回ってそのてその後に あのピーター・ゲイビレルが白塗りを始めたとで白塗りをやってたのは俺たちだからまあやっぱり、ね、その影響を受けたのは間違いないっていう,かう正しいと誰もゲビレル本人にそれを聞いた人はいない多分いないですね,ね今度なんか、ね、あでもおそらくーーインタビューするならぜひ聞いて <laughs> おそらく正しいと思うんですよね、うん、そうですよね、うん、まあでも確かにそのピーター・ゲイビレルのそのやっぱりパフォーマンスっていうかはすごく あのシアトリカルというのはまさにそうで、うん、あと被り物ですよねやっぱりっ、ね、被り物ね。<laughs> 元祖ゆるキャラですよね。<laughs> もうゆるキャラ出てきた時ジェニスちゃんと思うん。<laughs> あの頃のなんかテレビショーで化粧してなくて素でやってるやつあるじゃないですか。あれめちゃくちゃいい男だし多分。 あのまんまん素でも結構人気出たんじゃないかと思うんですけどす、ね、なんか恥ずかしいんでしょうねうきっとなんか化粧したりかぶったりしないと演技がちょっとこう入れないみたいなのがあってだからずっとなんかそれあの変な反り込み出たりとか。ですね逆もかんでだからそれでソロになった時にようやくなんかこううん本来の。 なんかこう素でもいけるんだなみたいな心境になったんだと思うんですけど不思議とバンド時代はなんか絶対ああいうのがないと表現できないっていうか,なんかめちゃめちゃやっぱりシャイな人ななな人んんんじゃないかなとですね思ったんですよねひょっとしたらその「オザンナのシロリン」て「これだ」ペルソナに隠れてやればペルソナに隠れてやれば多分老人にもなれるし宇宙人コウモリ男にもなれるしフラワーにもなれるし,れるし、うん。 みたいなの発ししちゃったんでですすねそうかもしれないです、ね、ピーター・ゲイブレルの,その頃のジェネスって来日してないじゃないですかで,す、ねはいはい、でジェネスが初来日したのって78年だったかと思うんですけど3人になってからですよね、はいはい、でスティーブ・ハーケットももいないっていう時期で来ててはい、はい、当,当時ちゃら割とチャラチャラした女の子とかが平気で。うん 見に来てて、うん、あのフィア・クレイズとチェスタートップのあのツインドラムのソロ始まったら後ろにいた女の子が「えっフィアってドラム叩くんだ」って <laughs> <laughs> この辺にいたおやじたちが <laughs> 何「みたいな <laughs> 何言ってんだこれ <laughs> いやーそうですよねあの僕もだからあのインビジブルタッチ世代なんですよリアルタイムでは。 でまあ、武道館でやってたのも見ててであのトンネルズとかがなんかラジオとかで「バリライトが」とか, <laughs> なんか言ってたのを覚えてるんですけど「<laughs> あジェネスってやっぱすげえんだな」みたいなでもそれの後なのでそのプロジェネスがプログレだったみたいなそういうのを知ったのが後だったのでああそうなんですね。そうですね、高校生ぐららいになってから、うんその いわゆるあのアイアンメイデンのスティーブハリスとかがそのジェニスとかが好きで実はプログレでっていうそのプログレって何なんだろうみたいなところからなるほどなるほどでそのフォックストロットとかを聞いてでまあプログレにもハマるみたいな,なそういう感じだったんですよで実はその五大バンドの中では実は一番ジェニスが好きなんですよ僕お、ええ、そうなんですよなるほどでアルバムでいうとそのあんまり あのー、差はないんですけど、まあブロードウェイ派なんですよ、ね。なるほどなるほど。で、まあ月影派とかフォックストロット派とか <laughs> あのたくさんいると思うんですけど、あのー、ナポさんはアルバム的にはドグで,、ね、で意外とトレスパスがさる。あ素晴らしい。<laughs> アンソニー・フィリップス。はい。だから,だからあのあのアルバムのもうあの一曲目のう歌始まりのやつから、うわーっていう感じのうんあれが 最もあのまあ最もマイナーの時だったので、うん、でも後からあれ聞いてあこれこのアルバムいいなと思いましす。十一月の十一日えー、川崎クラブチッタでですね、えー、ザミュージカルボックスの来日公演が行われますえー、トリビュートを超えた一つの、えー、プログレッシブロック体験ということになると思いますえー、ぜひですねあのジェネスファンの皆さん、えー、この機会にですねご覧になっていただいて。 ぜひですねあのタイムスリップをしていただければと思います。